虐待には通報義務があるってことですね。やっぱり命の危険がある場合には僕は迷わずしてもいいんじゃないかなって。誰かを責めるとか犯人探しとかではなくて、あ、困ってるかもしれない人なんだなっていう。こんにちは、タレントモデルのムロです。アチャプロジェクト代表まこちゃんです。映像作家や本作家のライトです。スリーブラックスです。はい、イエーイ。さあ今日は3回目のシリーズですね。はい、うん、はい、そうですね。虐待について考えようというシリーズですね。はい、まずあれだね、虐待とは何ぞやが1回目で、で2回目が海外の事例からその法律が変わった時のケースを学ぶということをやりました。はい、そうですね。はい、3回目は今回はね、そういったね、虐待を受けてる子たちが周りにいたとして、子どもたちにやっぱりいつもと様子が違うというか、明らかにちょっと他の子と違うサインが出てるっていう場合があるので、それを具体的に紹介していきたいなと思います。じゃあ今回のそのこの動画を見ることによって、こういうサインがあった場合虐待かもしれないっていうものが明確になってるから、ぜひ最後まで、見ていただけたらと思います。はい、はい、で実は知られてない大事なことがありまして、実はね、虐待には通報義務があるってことですね。虐待見つけたら見て見ぬふりはダメですよってことになってて、ちゃんと、いち早くに電話してくれれば、189に児童相談所につながるようになってますので、そちらに通報するってことになってます。ということでね、虐待のサインがね、いろいろあるっていうことなんですけど、2人はどういったものがあると思います？私は本当に学童で働いてた時に、洋服を結構見てて、なんか結構同じ洋服ばっか着てる子とか、それがなんか別にその同じ洋服をなんだろう、ある種子供が同じ洋服を着たい子がいて、お母さんが気遣って着ててあげてるとか、そういうケースもあるので一概には言えないんですけど、なんかそういう不自然な点は結構気になったりしましたね。当時そのサインは出さないようにしよう、絶対バレないようにしようって思ってたから、逆にその小学校の時に見つけてくれた先生っていうのはどこで見つけたんだろうっていう。でも先生は僕のね、本当に多分人生の変わり目の時に見つけてくれた先生なんだけど、どうやってサインを見つけてくれたのかなって思いました。逆に、はい、ということでね、虐待のサインっていうのはなかなかわからないというか、パッと思いつかないと思うので、リタリコ発達ナビさんというサイトに非常にチェック項目があったので、見ていただきたいなと思います。はい、はい、でちょっと詳しくちょっとこれはね、一つずつ紹介していくので、お二人の意見も聞けたらなって思います。はい、はい、はい、ではね、まずね、子どもの様子と、保護者の様子っていう2種類2項目分かれてるんですけど、子どもの様子からいきましょう。一つ目はこう身体的な変化っていうところで、不自然な傷や同じような傷が多い、原因がはっきりしていない怪我をしている、治療していない傷がある、極端な栄養障害や発達の遅れが見られる。なんかね、多分俺の時は、俺ここにね、傷がある の、 順延ハゲみたいな、これ手術してるんだけど、なんかその時は多分聞かれたらすごい動揺してたかも。あとはなんか準備してた答えを、転んだも結構リアルな転んだで、なんかどこどこのあの角に、頭をぶつけたみたいな、ストーリーを作ってたんだけど。なるほどね。じゃあ逆に不自然に細かいっていうのも、あれって思う要点なんだ。そうとか、あとは聞いた時にすごいこう、なんだろう、親の話とか出た時にこう怒ったりっていうか、その過剰な反応がある時はもしかしたらサインかもしれないね。なんか今ちょっとそれをイメージできたかな。次は表情ですね。表情や反応が乏しく活気がない、ぼーっとしている、怯えた泣き方をする、養育者と離れると安心した表情になる。例えばなんだけど、パッて手を挙げた時にってなるような、同じことを思ってた、そういうのだったり、そうだね、あと大きい声が鳴った時にすごい過剰な反応をする人、子供たちとかも多分すごい防御反応だと思ってる。そうだね。なんか学童でさ、こう先生とかがただ物をしよう取ろうとしただけなのに、やっぱこうなる子ってあれってやっぱみんな職員でちょっと気にしましょうってなってた。そうだよね、反射的な反応だもんね。実際にいるのはちょっと経験したかもしれない。じゃあ次、行動です。食事に異常な執着を示す、衣服を脱ぐとき異常な不安を見せる、ひどく落ち着きがなく乱暴、情緒不安定である。
これもね、あのいつか話してたらいいかなと思うんだけど、うん、その奥が対応した男の子は、うん、あの水を異常に飲むの。その子はちっちゃい頃にその水があまり、まあ、食事を与えてもらえなくて水も飲めなくて餓死寸前の状態でたまたま帰ってきたあの親が親から水をもらった時にもうそれがすごくこう染み渡ったのもあり、あの大きくなっても水太りする、水を飲みすぎてお腹がこう溜まっちゃうっていうような、だからそういうのも、うん、見たことあるな。他者との関わり、他者とうまく関われない、繰り返し嘘をつく、態度がおどおどしている、親や大人の顔色を伺う、誰かでなく大人に対して警戒心が薄い、保護者が迎えに来ても借りたがらない、他者との身体接触を異常に怖がる。すごい顔色を伺ってたからな、人の、なんか今さ、なんとなくだけど顔色を伺うってさ、なんかこう小鹿じゃないけど、なんかかちょっと硬直して、こう上を見てる、なんだ、なんか顔はまっすぐなんだけど、目だけ上向いてるみたいな、なんか思いつかない、表現できない。わかる。生活の様子、衣服や体がいつも不潔である、基本的な生活習慣が身についていない、予防接種や健康診断を受けていない、年齢不相応な性的な言葉や性的な行動が見られる、夜遅くまで遊んだり徘徊したりしている、家に帰りたがらない。でもなんか夜遅くまで歩いてる子っているっていうね、家に帰れないのみたいな感じで、そうだね、非行をしている子どもって言われがちなんだけど、でも実は家庭に問題があって帰りたくないっていうケースの方が多いんじゃないかなと。なるべく友達にしにいた、その、親といたくなくて、長く滞在するようにしてた、いたか、割り箸を、あ、箸をこうやって持ってたって、小学1年生の時に初めて給食をこうみんなで食べるってなった時に、なんかみんながこうやって割り箸をこうやって持ってたらさ、こうやって持ったからさ、あ、これ違うんだって自分で気づいて変えたんだけど、もしかしたらそういうのもサインだったのかもしれないね。あ、確かに、ね、自分で振り返ってとか言って、なんかでもさ、なんかちょっとツイッターとかの話になっちゃうけど、なんか私は出会ったことないんだけど、本当にさ、匂いがすごくしてそれでいじめられる子がいるっていうから、なんか本当に実はそういう現状ってあるんだろうなっていう。続いて保護者の様子いきましょうか。あ、そっか、そっちもあるな、結構ね多いんだよこれ、すごい、はい、子供への関わり方、子供への態度や言葉が否定的、無関心的である、子供への扱いが乱暴である、子供に理想を押し付けたり年齢不相応な要求をする、体罰の正当化や偏った教育方針しつけ方を持っている、兄弟に対して差別的である。なんか結構こういうのってよく聞くなって思わない？そうだね。ね、だからなんか結構身近だったりするんじゃないかな。他者への関わり方ですね、他者に対して対立的、否定的な態度を取る、特に理由もなく関わりを避けたがり、連絡が取りづらい、説明の内容が曖昧でコロコロ変わる、子供に関する他者の意見に被害的、攻撃的になる。そうだね、なんかこの珍しくないっていう感覚が逆に恐ろしいよね、そうだね、いるなってね。まあ、もちろんその親御さんのね、子供の子育ての大変さもわかるんだけど、でもそれを仕方ないじゃなくて次の一歩にっていうことですよね。よくないことだ。生活の様子、近隣との交流を拒否し孤立している、不衛生な生活環境である、小さい子供を家に置いたままよく外出している、夫婦関係や経済的状態が悪い。ちょっと全体的によく聞く感じが続くね。なんかよくドラマとかさ、ね、あの本とか読んでるとね、そういう背景は、やっぱその後にあんまりいい方向に向かないこと多いよね、その流れで。ちょっと最後の項目ね、はい、保護者自身のこと、はい、ひどく疲れている、精神状態が不安定である、性格的な問題として、被害感が強い、偏った思い込み、衝動的、未成熟など、いつもお金に困っている様子がある、家族関係のトラブルを抱えている、ね、まあでもサインというか、要はちょっと心配して何か助けが必要かなというか、寄り添ってあげようみたいなってことですよね、まさにそうだと思います、やっぱり助けが必要ななんか、ね、時に出てるサインかもしれない、このね、これを見て、うわ、虐待してるかもっていうよりは、あ、何か困ってるかもしれない人なんだっていうので、ぜひこうちょっとね、そうですね、気にかけてあげてもらえたら、親御さん自身もこういう傾向あるなと思ったら、やっぱちょっとね、心
心が疲れてたりとか、あのちょっと環境を変えるきっかけにするのもいいかもしれないですね。ちょっと 見つめ直すというか、やっぱり孤立してる環境ってのは良くないので、いろんな助けを自分で求められるなんていうかな状態に自分をちょっと持っていく一つのきっかけに、このチェック表を見ているっていうのもありかもしれない。やっぱり最初に冒頭に言ったように、あの明らかにちょっと虐待の疑いがあるなって思った時には、あの迷わず相談を、まあ通報って書いてあるとなんかこうちょっと肩が重い感じがするんだけど、まず児童相談所に相談をすることがまず義務としてありますので、ぜひちょっと189にダイヤルをしていただけたらなと思います。やっぱりあの素早い行動が子どもの命を救うということが実際あるので、意識をしていただけたらと思います。あのまあ匿名で通報することもできますし、こう誰が通報したってことは相手に伝わるということは基本的にはないように仕組みとしてできているので、安心して相談をしてほしいなと思います。はい、必ずしもこう子どもと会話を引き離すだけが児童相談所 の主な仕事じゃなくて、いかにこう虐待をなくすために親子を支援するかっていう形で関わってくれるので、まあ、親子をねあの助けるという意味で、ぜひ迷いなく通報してほしいなと思います。なんかあのもちろんチェック項目リストがあるのはすごく大事なんだけど、それでなんかどちらかというと私のイメージ的には誰かを責めるとか犯人探しとかではなくて、あ困ってるかもしれない人なんだなっていうので、その誰かの気にかけだったりとかちょっとした優しさでなんか暴力を、まあ、その望んでないのに子供に振るってしまってた人の気持ちが救われることですごく自分が変われたっていうお話とかもいただいたりしているので、そういう風に誰かの優しさがその環境を変える可能性もあるっていうのはなんか知ってもらいたいし、このチェックリストでそういうあの気にかけてあげる心を大切にしてほしいなって思ってます。うんうんうん、そうだね、大事なことだよね。やっぱりこう大変そうだなっていうのがこのチェックリストと当てはめて思い巡らせてもらって、どうやったらその助けになるかなっていうアクションを起こしてもらうっていうことで、本当に未然に虐待って防げていくんじゃないかなと思うので、大事なことだと思いました。今回僕が大事、ここの YouTube で、この3人で当事者で話してて、まあ、大事にしたいことっていうのは当事者目線なんで、やっぱり綺麗な話っていうのも大事かなと思うんですけど、一つその通告によってやっぱ壊れてしまう可能性があるあの家庭で、やっぱりニュースとかでも壊れてしまったっていうのを聞いた時に、その、まあ、実際当時僕が自分で通告しようと思った時にそういうのも知ってたからすごく懸念していたポイントがあったんですよ。でその時にあの僕が、まあ、自分がとこの体験をして、お話ししたいのが、その通告義務は義務なんだけど、あくまで一つのやり方、もし何も手段がなかった場合そういうのがあるよってことをまず知ってほしいし、義務なんだけれども通告する時の、まあ、一つの判断の目印っていうのかなとしては、やっぱり命の危険がある場合には僕は迷わずしてもいいんじゃないかなって思いました。ここはもう僕その時すごい判断迷ったけど振り切って相談、あの通告したっていう経験をしたので、まあその後やっぱりいろんなところが関わっていくんだけども、あくまでもそれは一つの方法であるっていうことも知ってほしいかな。まあいろいろ話してはきたんですけど、結局でもすごく難しいよねっていうこともあると思います。やっぱり家庭が、一つの家庭がもしかしたらそのバラバラになってしまうかもしれないっていう事情もあったり、児童相談所のその不手際が原因で、まあ、いろんな事故のニュースというか、そのダメになっちゃったケースも実際、もう悲しいかなあるというの事実があるので、非常に判断が難しいところではあると思います。なので僕たちも責任を取れるかといったらね、すごく悩むところなんです、これは実は。ただ本当に知っていただきたいのは、やっぱりあの命の危険がありそうな子に出会った時はもう迷わず通報してほしいってことですね。はい、それだけは強く言いたいっていうところがあります。なんか絶対他人事ではなくて、そのもう国として虐待されてる子がいたら気にかけてくださいねっていうのが定められてるっていう意識をみんなにあの思ってほしいなっていうのがありますよね。はい、今回は、実際の場面を考えて虐待のサインについて、はい、お届けしました。はい、はいはい、いやいやすごい種類あるね。そうだね。なんか逆にさ、そのチェック項目を見ることによって、なんかその多分みんな違和感があるじゃん。でも違和感あるんだけど、何がそうなんだろうっていうのが分かんないときに、ここに振り返るともしかしたらその言葉に当てはめることができて、あこれだってなるかもしれなくて、でそれをそこから気にして、実際にその虐待かもだけじゃなく親が、支援が必要なのかもしれないっていうような、あの助けにもなるかもしれない。もし本当にそれが虐待だった場合、逆に子供の命が救われる可能性もあるので、そういった意味ではそのすごく役に立つサインの
チェック表なんじゃないかなと思うので見てください、うん、はい、はい、では次回はですね、その虐待の通報した後に、うん、まあ、児童相談所が一体どういうふうなあの仕組みで動くのかとか、うんうん、あと、まあ、実際こう逆あの通報した人の気持ちというか、うんうん、まあ、そういったところとかも深掘りしていけたらなと思っています、うんうん、はい、はい、シリーズの最後になるんですけど、まあ、虐待をなくすためにっていうテーマでやろうと思ってますので、はい、ぜひ次回も見てください、はい、お楽しみに、楽しみに、バイバイ、バイバイ。はい、もしこの番組が、いいと思ったらいいねを、そしてチャンネル登録、そしてはい、この番組に価値があると思ったらぜひ興味関心ありそうな人に伝えてください、はい、で、あの僕たちの情報を必要としている人に届けるためにはやっぱりこう見てる方々がメッセンジャーとなってバトンを渡すように、うん、はい、あの広がっていって本当に必要な人に届いてくれたらなっていうのは僕たちの思いなので、はい、ぜひあの周りに拡散をよろしくお願いします。チャンネル登録の横にベルマークがあるのでそれを押してもらうと、僕は喜びますよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、バイバーイ。